ちょ、ナモさん、夜の行動を知りたくてナイトルーティーン撮っていいですか？誰それ？よく YouTuber とかやってるじゃないですか、夜の行動、モーニングルーティーン、ナイトルーティーンって言うじゃないですか。それを撮りたいんですけど、あの大谷がバタバタでこれやるとあれで言っちゃう。あ、そのルーティーンじゃないです。ビッグフライオタニショット。大体夜はね、タバコ作る10本ぐらい作って次の日のやつ、ちゃんとしたタバコだからね。これはみんな不思議、不思議がってるけど、え、なんで普通のタバコじゃなくて手巻きタバコなんですか？こっちの方があの特用品なんです。大体のテテちゃんから教えてもらったの。あ、前回出ていただいたテテさんですか？そうそうそう、俺はお師匠さん。あ、タバコのお師匠さんなんですね。ってことは1日に10本ぐらいしかタバコ吸わないんですか？まあ、これ次の朝のものだからさ。あ、朝だけで10本吸ってんですか？火つくんですか？あ、つくんだ、うまいな。あとはもうゲームをやってるかな。あと、あ、この時間はスマホゲームですか？うん。何を待ってんですか？いや、炊き出しも今来たみたいだね。あ、炊き出しの時間ですか？これは期待できる。ちなみに何だと思います？予想だと、なんだろう、中華だからね。あ、今日中華なんですか？え、なんでわかるんですか？あ、この間中華とか言ってたから。あ、前回来た時に次は中華だよって言ってたんですか、うん、なるほど、楽しみですね。はい、こんばんは。はい、はい、今日何だろうね。カレーか、カレーだよ。カレーいただきますか？いや、まだお腹空いてないからちょっと飯前にちょっと散歩行って胃を食べれるような状態に持っていく。あ、よくご飯前は散歩行かれるんですか？そうだね。いや、暗いっすね。暗いわ。昔ギャンブルやられてたって聞きましたけど、パチンコ屋さん入ったらしたくなっちゃいません？やりたいよね。パチンコだったら何円ぐらい買ったことあるんですか？38万かな。38万、負けた額もすごいんじゃないですか？すごいよ。最高1日何円ぐらい負けたんですか？負けたんかよ、いつも10万円ぐらい持ち歩いてたから。あ、なるほど、負けた感覚が薄いと。じゃあこっち、ダメですよ、ナムさん、赤信号だって来ないんだ。ダメですよ、赤信号渡ったら。俺の上司で歩いてるよ。おお、すごい。ここはナムさんがよく来られる公園ですね。そうやね。これ夏場はものすごく涼しいんだよね。あ、夏場はここで涼しんでるんですね。そう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 。今日初めてですか、外出たの？いや、ゲームやるに。あ、Wi-Fi を取りに行きました。そうそうそう。ちなみにゲームって何やってんですか？スロットのゲーム。どうすか？ちょっと歩いてお腹減りました？そうだね。じゃあ戻ってカレー食べましょう。あれ誰かいません？あれ、どうした？ちょっと散歩行ってるか。あ、いつも、うん、めちゃくうまいね。あ、うん、あ、こんにちは。あれ、どうしたんですか？遊びに来たんですか？遊ぶか。どうしたんですか、サモお酒は。いや、隠してる。隠してたんですか、お酒。そうそうそう。乾杯。はい。それ、何飲んでるんですか？これ12度だから少ないじゃん。麦か。12度ってきつくないですか？
自分お酒飲まないんで分かんないですけど。イカそうめん。食べるこれ。あ、いい。食べる。歯がないから。歯がないからイカそうめん隠したんですかずっと。いやもらったんだよこれ。あでも食べれないから。うん。だから。いやだこれサブラだけだもん。どうやって手に入れるんですかお酒とか。それもボランティアの人がくれるんですか。これくれないよ。そうですよね。いや彼が困った。でもテテさんもあれですよね生活保護だからそんなに豪勢なことはできませんよね。あそうできない。なんでナムさんにそうやってお金を使うんですか。結構自分もいろいろ助けてもらえたんで。あ、過去に良かったですね。お互い様なんです。あ、助け合って、はい、旅館なんすか旅館って。温泉旅館。え、だってそんな温泉旅館行くお金なんかないじゃないですか。招待です。何かしらで大金を手に入れたら、うん、まずはテテさんに使うと、うん、素晴らしいですね。まさか今日カレー食わない気ですか。今日はもういいや。後で夜中腹減るからさ。酒でお腹いっぱいにしちゃったんですか。そう。これやっぱテテさんは歯があるからもうイカそうめんに食べれますわ。何回でも言わなくていい。ナムさん、もう寝ます。もう寝るよ。あれ、帽子変わってますよ。え、もう寝るときはこれ使ったりとか。あ、ナイトキャップですか。そうそう。今夜中の2時とかですけど、いつもこんな遅い時間に寝てるんですか。うん、こんなもんかな。こんな明るい状況で寝れるんですか。いや、だからこれ。あ、その他今日はお疲れ様です。すいません、長い時間。うん、ありがとうね、今日は。いえ、もう寝るからな。おやすみなさい。今貯金が21兆円。誰の貯金ですか。いや俺でも。ナムさん貯金21兆円あるんですか。ゲームの中で。ゲームの中で。でもう一つの携帯は28兆円。北海道さんじゃないですか。いやそれが現実世界だったらよかったです ね。まあそれ夢物語だ。まあそうですね。うん